2レース1次予選2着になりました神奈川の北井選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。佐々木選手がスタートを取りに行って前分けになりましたけれども、作戦としては突っ張りという作戦がメインだったという形ですかね。そうですね、前取れれば、相手の出方見てっていうような形で、どうしてもこううまい切り方っていうのはもちろんありますけど、基本的にはこう踏みながらっていうのは考えてました。今日の土田選手の切り方だと、あれはもう突っ張った方がいいなっていう。そうですね、あそこで逆にスピード感で出させてしまったら、結果的に後方になってしまうこともありますし、そこは一回自分でしっかり足使ってというふうには考えてました。志田選手が早めに下げたことによって、ある程度ペースに踏めたんじゃないかなと思いますけども、ご自身、踏んでみて、どうでしょう。もう1個突っ張った後はなんていうんですかね、さほど長い踏み合いにはならずに、1回引いてくれたので、あとは見ながらというふうな形で、しっかりペースでいきました。向町でもペース配分の話はあったと思いますけども、その辺あたり、500だと違いますかね。違いますね、関東もやっぱこう400より少ないですし、ただ、どうしてもそのペース配分というのも9人で走ってるものなので、相手あっての中でのペースなんで、今日は今日であれでよかったかなとは思いますけど、もっとこう踏み合いが続いたり、なんていうんですかね、かましに来る選手が多かったりっていうのになると、どうしてもハイペースになりますし。そうなった時っていうのはまたこう課題ですね。山賀選手が最後直線伸びてきて2着でしたけども、中3日でここを迎えて状態面としてはどうでしょうか。もう気持ちも体もこういい状態でここに入れてきてると思いますし、ただ結果的に今日2着ということはやっぱり足りない部分があるということで、ワン、ツー、スリー決めたかったですけど、山賀さんが今日強かったということで、またこうしっかり自分で体調を整えて、明日また頑張りたいです。わかりました。はい、では残り3走を受けて最後に1個目をお願いします。はい、今日も熱い声援どうもありがとうございました。残り3走をしっかりまた自分の力精一杯出して頑張ります。応援よろしくお願いいたします。